アイテム番号 SCP-64JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-64JP のサンプルは無菌室で保存され個体数を保つために豚肉の小片などの肉餌が与えられます。管理責任者の許可を得れば実験室内で SCP-64JP のサンプルを用いる実験を自由に行うことができます。活動している SCP-64JP を直接取り扱う際は必ず化学防護服を身につけ作業の前後に滅菌処理を受けてください。万が一 SCP-64JP の生きた個体が人間を含む一般的な生物に直接付着した場合はすぐに洗い流し殺菌処理を行ってください。完全に活動を停止させたと認められる SCP-64JP の個体及びその加工品であれば低レベルサイトへ自由に持ち出すことができます。ただし活動を停止させた SCP-64JP であっても安全のために他の SCP に接触させる実験は管理責任者の許可がなければ行うことができません。現在 SCP-64JP は有益な利用のために大量増殖及び加工が認められています。稼働中の生産工場やプロジェクトの新規立ち上げについては SCP-64JP の管理責任者に問い合わせてください。説明。SCP-64JP はデフォルメされた豚のように見える微生物もしくは高分子化合物です。直径 0.1mm 以下のおよそ球形の粒子で、個体を一箇所に集めると淡いピンク色の粉末に見えます。SCP-64JP は分裂して増殖し、細胞と言えるような生物組織を持たないというウイルスに似た特徴を有しています。内臓や体毛といった通常の豚が持ち得る生物組織の存在は確認されませんでした。SCP-64JP は東京都、市にある、大学で最初に発見されました。大学内の生物実験室で何らかのウイルスの発生が危惧され標準的なバイオハザード封じ込め処理が行われました。実験室で発見された3人の学生の遺体は損傷が激しく、削除済み。遺体からはおびただしい量の SCP-64JP の個体が検出されました。この事件は一般の手に負えないとして財団が介入し、SCP-64JP のサンプルを回収。また財団職員によって1週間をかけて残留する SCP-64JP の駆除作業が行われました。世間には SCP-64JP の存在を隠し、学生の不注意によって危険物が流出したことのみが公表されて、大学は1ヶ月の実験停止処分を受けました。遺体の学生と SCP-64JP の発生には密接な関係があることが推測されますが、SCP-64JP によって実験室内の物品のほとんどが蝕まれていたため有力な手がかりは得られていません。SCP-64JP の生きた個体はわずかに自力で移動する能力を持ちますが、その大きさから主な移動方法は直接接触によるものです。餌となる物質に付着すると、それを取り込み身体の一部とします。SCP-64JP は通常の豚と同じく雑食性で、自らを構成する物質と同じ物質を好んで餌とします。ある程度の大きさになった2匹の生きた個体が集まると双方が合体し、3匹の個体に分裂します。これらの増殖プロセスは生殖行為を模していると考えられます。また、SCP-64JP は活動を維持するためにも餌を必要とし、餌を吸収しなかった個体は活動を停止します。活動を停止した個体は移動や増殖を行うことはありません。同様に SCP-64JP は10度以上43度以下の環境でなければ活動を維持することはできません。その他にも長時間液体にさらして空気を絶つなどの一般的な豚が生存できない環境に置く、滅菌処理を行うなどによってもその活動を停止することが分かっています。総合すると繁殖能力や生命力は太刀の悪いウイルスと比較するとあまり強くないことが言えます。SCP-64JP の組成は個体により脂質や肉質に大きく偏りがありますが、一般的な豚肉に非常に近いです。SCP-64JP を粉末にし添加物を用いて固める加工プロセスで、活動を完全に停止させつつ成形肉にすることができるため、
代替食品としての可能性が示唆されています。中つまり、サイト8181の食堂で毎日提供されている特製カツ丼が逆にあなたを取って食うだなんてことは起こりえません。博士。実験記録 64JP。次の実験記録は SCP-64JP の性質を確かめるために行われました。対象、B-064JP。1。手順、豚ロース肉に加工した SCP-64JP を適切に調理し、対象にただの豚のステーキとして食べさせる。結果、B-064JP-1 は完食。特筆すべき事象は報告されず、B-064JP-1 の健康状態にも変化はなかった。分析、SCP-064JP は安全に食用にすることができると考えられる。対象、B-064JP-2。手順、活動状態にある SCP-064JP を粉末として、対象に服用させる。結果、B-064JP-2 は服用直後に水を要求。要求を認可。服用後も B-064JP-2 の健康状態にも変化はなかった。分析、SCP-064JP は活動状態にあっても、口の中に入ればほとんど活動が停止してしまうと考えられる。対象、B-064JP-3。手順、活動状態にある SCP-064JP を対象の肌に付着させる。結果、5分後、B-064JP-3 は付着箇所に痛みを訴える。SCP-064JP を除去。付着箇所は皮がほとんど剥がれ、一部では肉が損傷し出血していた。除去した SCP-064JP を検査すると、実験前より個体数が増加していたが、出血箇所の個体の一部は活動が停止していた。分析、活動状態の SCP-064JP は人間を餌にする。出血まで至ると SCP-064JP の一部は溺れて活動を停止する。しかしながら、活動が完全に停止するかどうかはさらなる実験が必要だろう。対象、B-064JP-4。手順、活動状態にある SCP-064JP を対象の肌に付着させる。対象の状態に関わらず SCP-064JP の除去は行わない。結果、削除済み。分析、血に溺れると活動は鈍くなるが、完全に停止しないことが分かった。ホイ 64JP-1。SCP-064JP が通常の豚と似た性質を持つのであれば、野生化、するとイノシシになるのではないでしょうか。これは例えばなしでしかありません。が、現在は封じ込め処理によって、家畜化、している SCP-064JP が我々の手を離れて、野生化、し、野生としての強い生命力を得る可能性を完全に否定することはできません。よって今現在は完全に封じ込めできているとしても、私は SCP-064JP のオブジェクトクラスをユークリッドとすることを進言します。博士。